はい、新潟の今井司酒造にやってまいりました。ここは、ちょっとねツイッターで上がってた、おかん酒の古い自販機、これ自販機って言ってもなんか お酒がね入ってて、それがコップに注がれるって、そういうタイプの瓶とかのものが出てくるような、そういうものじゃないみたいな自販機なんですけども、まあそれが展示されてるということでね、ちょっとやってまいりました。お酒の試飲もできるみたいなので、ね、ちょっと楽しみです。行ってみたいと思います。これが見たくて来たんです。あ、そうですか。これ今はもうここからは出ないですよね、もちろんね。動かないですね。電気屋さんに呼んでこうコンセントそこつけてもらって、電気だけはつくんですよ。あ、そうなんです。この看板の、ね、そこの鍵がもうないからね。これをなんとかしてこれで開けるんだと思うんだよね、はい。今じゃあもう鍵がなくて開かない状態で、うん、そうなんですよ。これやろうと思えばなんとかなるんじゃないかな。これが動いてこれで飲めたらすごい。そうだよね。ここはね、ここから上、これもねちょっと試合してもらってないけど、もうネジ曲がんないんだけど、ここからここにタンクがあるわけ。はい、はい、あ、ここから入れる、うん、お酒をこの中に入れて、多分ねそのタンクの下から缶がこう取ってんだよね。で一杯分入れると上から お酒が落ちてきて、この、はい、落ちてくる間で温めてで熱燗になって出てくるはずなんですよ。そうなるとここ全部缶冷ましになっちゃう、はい、うん、ここになるんですよ。本当ですか。3台ありますね。3台ありますね、はい、全部で5台あったんですね。あ、1台は捨てちゃった、いやでもこれ部品とかあれじゃないですか、組み合わせたら使えるんじゃないですか、どれかしら、中国のハイアールっていう白物壁で大部分作ったみたいですけどね、うん、全部ですね。